っぱりビルディングが見えるのがいいね、ワイキの。これクラウドがね、10フィート以上、3メートルぐらいの板で、重たい板で、ちゃんとカットバックして、日本人はこういうね、重たい板乗る人がなかなかいないから。昔はこれでよかったんだけどもさ、ずいぶん大会始めて、ね、テクニックが増えて、これのね、このホームフィンで、うん、ランスオカードだ。うわーすごいな、出てくるんじゃないこれ、出てくるの、ほらね、ハレーバだ、ハレーバ、カノワだ、カノワ、あ、ボンガか、パイプだな。これアラモアナボールドだ、パイプじゃねえ、アラモアナボールドだ、さっきのもジョン・バレンタイン。乗り方は汚いけども、やっぱりね、勝つ乗り方してるからは。ベタ足だけども、やっぱりね、決めると決めてる。カナマね、これは晴れ技だね。これアラマナボールド、いい波だよ、アラマナも綺麗に掘れるからさ、ジョン・バレンタインだね。これどこだ、ハレイワか、あーやっと来たね、日本が。日本もバカにできない波だって、いい波だったよ。クゲルマね、これね、昨日もやったけど、これがね、3メートル20かな、銅像前だね、これね。3メートル20だね。もうハム点かけて、こんな板がコントロールして乗れたんだもん。今ね、乗れなくなっちゃったけども、この時はね、50歳51人だったな。チャットプロラーともできるしね。今から20年経つのか。みたいにキュッとスープね、今食べたんだよ。3メートル22でコントロールしてんだからな。厚さはね 7.4 で、幅が60。今これ川村真美くんね、川村真美くんうまいよ、チャンピオンだから。ハンドパイプかけて、山部雄一ね、雄一も、ね、うまかったんだこの時。ほらノーズのかけ方もいろんなね、かけ方が今ノーズコントロールしてるでしょ。まあ、こういうようなことをやって点数つけてもらいたいよね、選手としては。
パフォーマンスがいらないんだよ。ノーズだけで、ノーズとカットバックとターンだけでロングボートの試合できるのよね。これでペンペンってきて、これでまあパクリっちゃうよね。このローラーコースやって、これで大体6点ぐらい。今これ渋谷もギリターンしたじゃん。でハングファイブかけて、でもこのねハングファイブ短かったな、点数はそんな出ないと思う。これ3.56でフックターンして試合もさ、ノーズに足かける。これで 5.5 ぐらい。俺も乗ってるけどスピードがねまた出てるでしょ、後ろにね、カールが乗っかってるから。いい波だね、クゲのもの。追悼はね、やっぱりダンパっぽいから追悼で入んなかったけど、まあ追悼も出てくると思うよ。マミ君のね、この切り返し、ターンとカットバック、ノーズライディング、切り返しがすごくスピーディーで、うまいよね、やっぱりさすがチャンピオンって感じで。で、必ずローラーコースだって決める。これ、オアシってね、なくなっちゃったんだけど、茅ヶ崎の。彼も良かったよ。これ、俺が削ってたってのかな。マミクの見方綺麗だね。やっぱりおしゃれだし、ファッションもね随一おしゃれだし、何から何までかマミクはかっこいいと思う。やっぱりどうしても俺見てるとこれ演歌の乗り方だろうな、俺もな、ね、ノーズコントロールしながら、こういうね今の若い子たちはこういう乗り方してもらいたいよね。コントロールノーズね、バックができてんだからすごいよ。普通はウィーンパクリンちょっと帰んないじゃん、ウィーンってくるだけじゃん。これが何回目だったのかな。いや、よく大会もやってきたよ。止まっちゃいけないからね、走っていかなきゃいけない。これ止まっちゃうんでしょうか。これだと点数が出ないのね。やっぱり滑らしがない、そのためにコンケーブルが必要なきゃ。綺麗じゃないよな、マミみたいに。そんな大きからパトロンやっちゃってんだからな、今嘘みたいだな。
まっちゃってよくない。ダミーの妙じゃない。これも2m75だと思うんだ、板の長さがね。やっぱりね、スープの下を滑るのは俺うまいと思えないけども、やっぱりね、皆さんこのスープの下で走ってくる、あのね、テクニック見てもらいたいね。松田拓司君、うまいよ松田拓司も。なんかわけわかんなく乗ってて勝ってっちゃうんだよ。さすがすごい。フラ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 しながら乗ってくんだよ。JPSA の自称だからね、細川くん。おお、デビッド木下くん、デビッドうまかったこの時な。サレよかったし、2メートル5センチあるからさ、かっこよかったよ。お、決勝メンバーだ。するとなんとこれマミカが優勝してんだな。こんな波で大会やるときないもんね。 JPS の試合、俺たちプロの試合もう必ず断波だからさ。天国に一番近い島だったけども、総合大の博士が、まあもうね
ね、天国一番近いのはハワイだって言ってたよ。モテて打ち合わせしてんのよ、トンちゃんね、富永さん。ともかくフランス人だから、フランス人へばっちゃっててさ、英語喋ってくんないからさ。いい波だよ。短波の波が一つもないからね。頭半ぐらいあんのかな、3、4ってとこだな。向こうの方から崩れてくるからね。これチャンピオンだよ、リューカルで。浅くてもう一発行ったらアウトだから。パンがさ、うまくて、あのフランスパンがお祝いってみんな人の食う、よそのやつのこうね、食べて俺盗んでって取って、うまかったね、フランスパンが。料理はね、俺あんまりベトナム料理とかそういうベトナム系が多いから。これもね、ニューカルデア の博物館、船乗るでしょ、やっぱり30分40分1時間船でも気持ち悪くなっちゃうから揺れるからさ、それがやっぱりネックだったね。スケールが大きいから、一発一発の音をさ、
らさ、プロだったら誰が乗ってるかってのはね、全員わかるから、それで助かるよね。皆さん見てる人わかんない人だよね、これ宮田君だよね。これがまた面白いんだよ。ちょっと汚いの見せたらいいね。これすぐマイクフリケットが上に出てたから降りてくれ。またうんちしてね、魚食べる。これがまた魚釣ってるんだ。これは面白かった。こんなことしたくなかったんだけど、やれって言うから。なんかこの頃、こういう風力作ると鼻からヘビが出てきたり、そういう世界がそうだったから、俺たちの前にね。ちょっとね、こう、なんていうの、またハワイと違ったおしゃれな国だったけども、なんか、ロケーションは違うわ。いつこのグループの内心の大きさが出てくるから、これはね、なかなか見れなかったんだけど、20年だったから。海から川から出てくるのよ。大変だよ、川から出てくるのはな、海に。ジャリガリがいっぱいいて。ペニア、もういい波だったよ。グーフィーが多かったからね、グーフィーで。パラダイスの国でサーフィンやると心も気持ちも開けるから、やっぱサーフィンの考え方も違ってくるし、何をしたらいいのかな、この波に乗ったら、そういうのが純粋に分かってくる。やっぱり波に逆らわない乗り方が一番いいと思うし、アイランドスタイルだね、要するにね。あの前、昔ジェイ・ロペスがね、俺に言ったのは、お前のオーストラリアがうまいのか、カルボリアがうまいのか、ブラジリアがハワイのか、誰が一番うまいのか、こうつけがたいのか、言えないって言うの。ロングスカートもいいし、ミニスカートもいい、ヒルバもいい、チークダンスもいい、ね、ブレガーもいい、ね、こうつけがたいって言って。日本から10時間か11時間ぐらいかかるのかな、クラダ、これ歌ってるぞ。
ってさ、フランスの手から出るときに言われて、うるっちゃうからね。これはね、やっといてよかったなと思って、なかなかできないことだから。
すごく素直になれたね。もう一回サーフィンを一から見直せる。やっぱり基本テイクオフ、ロングボートだったらまずターン、カットバック、それからノーズレイ、これ3つだからいいんだから、これ3つをねもう一回練習したい。それにハングテン、ハングバイブ、掛け方が5種類、6種類、7種類ある。それで俺競えばいいと思う。これが本当のロングボートの試合だと思う。カットバックだったら本当に S 字、ジグザグ、ね、フック、ボトムターン、リップ、ミドル、いろいろカットバックもあるんだし、ノーズレングでそうだよ。上にあるって言ってさ、あとでね、段ボールマジックで書いてさ、やり方のみんなに教えてあげたいよ。段ボールでボートを書いて、マジックで。歩くと段ボールにこうなんていうのかな、残るから、そこのところを攻めながら歩きながらかける。例えばバックサーディー、これの場合バックサーディーって波がこうやってあるときにはこっち側歩くとこうなっちゃうから、こっち側のレールになるっていうか波ついてるように、それでハングバイブかけてシュッと戻すとか、そういうテクニックがいっぱいあるのよ。そういうのを今度ね、俺はお店で書いて近々皆さんにそのノーズライディングのやり方の15パターンぐらいからカットバックも15パターンぐらいあるし、ノーズライディングもあるし、ノーズコントロールもあるし、そういうのをね、こんなみんなにこう見てもらいたいなと思うよ。すごくみんな分かりやすく説明するし、段ボールに足跡もあるから、ね、あちこちにつけちゃう人は下手なくと、必ず歩くときも、ね、幅が一緒でやるっていうのが段ボールがすごくいい勉強だと思う。昔新庄もそうだったし、日本一になることって新庄書いて教えたし、俺も高校時代始めた時に段ボールに書いたし、で電車待ってる時も湘南電車がもう30分40分平気で待たせたの、昔は50年前ぐらい。でもノーズに足掛けホームにかけて、もう白百合とか国家町のやつがパーカーって言うけども、俺はひたすらやってたよ。出なくちゃうまくならない。やっぱり何千何万ってやらないと、ローラーコースターでもハングファイブ、ハングターンでもうまくならない。サービー難しい。